はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。じゃがいもの芽出しなんですが、先週から始まりました。で、今の現状ですと、始まった時から大きな変化はありません。で、今年はね、ちょっと失敗しちゃったんですけど、これをじゃがいもをね、種を買ってきまして、袋から出してね、この苗箱って言うんですよ。これは稲のね、苗を作る箱なんですけど、その上に広げて、今強い光を当ててます。で、夕方には取り込むんですが、一日その取り込むのを忘れちゃいましてね、その日多分マイナス4度か5度になったと思うんですよ。そういう寒いところにね、一回放置しちゃいました。で、1日2日はなんてことなかったんですが、やはり3日目くらいからちょっとこういうシミがあるの分かりますかね。こういうシミができちゃって、これがね、ここに黒いシミになってると思うんですけど、これがこういう状態になってた。で、まあ、ちょっとひっくり返してみたら、こういうシミになってて、このシミが取れないと。まあ、これじゃがいもってでんぷんの塊なんで、中のでんぷんのなんか溶液がこの皮から出てきたんでしょうね。こちらにもあります。グラウンドペチカです。まあ、こんな感じでね、ちょっとダメージがじわじわじわと出てきたのかなと、思います。まあ、でも、まあ、このままね、とりあえずこのままにしておいて、芽がね、伸びてくるようだであれば、まあ、種芋として使いたいと思います。ですから、凍結の害ですね、がちょっと今出ましたっていうことです。で、今日は、2月の21日の9時半ですけど、今 14.6 度あります。で、多分今日は20度超えるという予報だったんで、かなり暖かいのかなと。で、もう紫外線も結構強いよね、この時点で。だから、まあ、害がなければ結構いい芽が出るのかなと思います。で、今のところね、見た目、ちょっとおかしいなっていうのが、この紅あかりの1個と、グラウンドペチカの1個、この 2個だけです。これがちょっと黒いシミになってます。でも硬さは周りと変わんないんだよね。ちょっと黒いシミになってるくらいでね、まあ、そんなに影響ないのかなと、気にしすぎなのかななんて思うんですけどね。で、まあ、よく引き合いに出すのが、これ去年 の食べの残りですよね。食べの残りはね、本当に物置なんで、今の季節だとマイナス5度から今日あたりは、まあ、20度超えるなんて予報だったんでね、25度もね、温度差があるところで、まあ、こういうふうにね、まあ、ちょっとカビ生えちゃってますが、2センチ、1.15 ミリから20ミリぐらいの芽が出てますんでね、これは決していい芽じゃ ないですけど、こういうふうになるんで、多分大丈夫なのかなとは思うんですが、やはり、ずっと表置きっぱなしっていうのは良くないですよね。やっぱり夕方は、少なくとも屋根のあるところにね、入れましょう。まあ、関東以北はね、とか、まあ、日本海側だよね、の地域は多分ね、寒くなると思うんで、まあ、忘れずにね、入れた方がいいですよね。で、自分もその忘れちゃった日は3時頃出かけたんですよ。で、帰ってきたら入れようかなと思ったんですが、ちょっと荷物持ってたんでね、このじゃがいもの種の脇を素通りしてね、そのまま自分の部屋入っちゃいました。次の日の朝までね、気がつかなくてね、次の日の朝起きたら、ああそうだ、混むの忘れちゃったよっていうことでね、これ何回もやるとね、本当に凍っちゃって立ち直れなくなるんで、
まあ、ぜひね、忘れずに、まあ、一番いいのはビニールハウスみたいなところでね、うん、管理できればいいんでしょうけど、うちの方はタヌキかなんかが出るんだよね、うん、で、まあ、あの農機具を入れておく、まあ、カーポートみたいなビニールハウス一本あるんですが、タヌキとかね、カラスとかね、野ネズミとかね、そういうのにやっぱり畑の方に置いとくと、ね、そういうのに食べられちゃうのも、うん、ちょっと残念かなと、うん、去年あたりもね、じゃがいもとかさつまいも作ったんですが、結構食べられました、うん、野ネズミなのかモグラも食べんのかな、はあ、結構ね、土の中で食べられてましたんで、まあちょっとこの季節、そういう畑の方に置くのはちょっと冒険なんでね、まあ忘れずに毎日、うん、出したり入れたりはしたいと思います。ということでね、うん、まあ凍らしちゃまずいよね、まあこれからどうなるか、ちょっと観察していきたいと思います。以上です。